ちゃおう。どうもポルタです。本日はこの方でございます。もう見えておりますけれども、運営さんもほんとギリギリでまた限定を出しちゃって、もう本当にもう稼ぎ方がうまいんでございますから石の方55個貯めてまいりました。それで無料となっております。一応見せとこうか。はい、購入情報、はい、無料部でこちらでございます。この方はレッドスターなんですね。で結構レッドスター、持ってない方多ございます。あ、ミカエルは持ってないけど、あっちの別仕様のやつで持ってますね。でまあ引きたいところで言うと、まあムクロさんでしょうと。で小野の小町とかも持ってないんで、その辺もちょっとキャッチで引けたらな。まあ10連しか引けないんで、チャンスは1回しかないでございますけれども、狙っていけたらなと思っておりますよ。ムクロさん性能が良かったですよね。使ってみたとか見ましたけれども、アビリティがもうモリモリということで、モリモリということで6個ありますね。超アンチアープ、弱点キラー、16バリアキラー L、超レーザーストップで、ゲージでアンチブロック、アンチ減速壁ということで、減速壁、最近の流行りにも乗っておりますね。ちゃんとしっかり貫通かで砲撃型と。で8ターンプラス8の触れた最初の敵をランダし、レーザーで追い打ち。で友情コンボがグリターボールと全敵毒メテオというでっかいの。いやー、尖ってますね。これはね、や強いですね。かなり欲しいっすね。ムクロと言わずもがな小松さん、この方俺持ってないっすよね。一体もこの辺を狙えたらいいかな。まああとこの鬼丸とか、まあ持ってないレッドスタイルが出たらラッキーかな。まあ確定につけたら、この中のどれかが出るということで、それが引けたら一番激アツではございますので、引かさせていただきます。それではいきましょう。一旦シングルで焼くことしてもしとこか。55個あるんで一回シングル挟みますさあシングルでも来てんやで。そんな甘い話はないかな。ないですね。多分これはシングルじゃさすがに厳しいですかね。はいはいありがとうございます。役落としは終了ということで、それでは10連引かさせていただきます。バチったな。確定来い。来ない。確定は引けない。言います。パッチリはなし。何も言わない。普通で属性ガチャは爆死が多いからな。ほんまに10連ごときじゃ多分引き当てることは難しいと思います。あーやばいか、これはやったな。あーと最後止まった。誰ですかみたいな。一応スクリーンショットいただきます。誰？ブラックマン。これ誰？お、鬼丸さん限定ヒートルやないかい。ムクロさんではなかったけど、ムクロではなかったけど、まあ悪くはないんじゃないかい。こっちでよく見ますよ。こっちでよく見ますよ。鬼丸さん限定出ましたね。いいね。いやーちょっと大爆かなと思ったけど、最後の最後で引けちゃうということは、この方まだ重心化実装されてないんですね。鬼丸いきなりね、あの重心化いきなりのやつかなと思ってたけど、ギリギリそれに入ってないやつだったんです。うわーでも、うわー、まあムクロ欲しかったけど全然ありっすねこれまあちょっとブラフマはちょっといらないけど、ブラフマは正直いらないけど、こいつ持ってるんで俺。あーもう受信機買いまでしてんのかブラフマは。まあ良かったんではないかなと思われますよ。あーオーバーしちゃいましたね。ちょっと見たかったけど、ボックス行きましょうか。売却しましょうかいやーよかった。ちょっとこれは厳しいかなって思ってたけど、ムクロさんがねやっぱ出たばっかりで欲しかったから、ちょっとこの辺のもいらねえやつ売却しますね
この辺のいらねえやつは売却しつつでございますよ。これもいらない。はい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 。結果10連で2回。まあレッドスターって結構ね、星5が0とかザラにあるんで、まあ悪くはなかったんじゃないかなと思いますよ。いや鬼丸でも熱いっすね、これ。普通にありがたいっすね。まあ今使われてるのか分かんないけど、なんか近畿とかで強いイメージがありますよ、私、鬼丸さん。鬼丸国津っていうかな、これ。よかったー。はい。なんか久々にこういうなんかね、普通の通常のだと、鳥獣かな、鳥獣か、あとこっちの今だとクリスマス来てますよ。こういうコラボ系ばっかり引きがちだから、なかなかこういう属性ガチャをね引いてこなかったから久々に来ましたね。で数爆死しなかったからよかったですね。でワンチャンこれこっちのグングニールアルファとか、この昔のね引けたやつが復刻してるじゃないですか今。こっちともちょっと迷ったけど、なんか向こうが急に来たからこれはこっちかなということで、ムクロさん狙いで引かさせていただきましたけれども、まあ残念ながら狙いのムクロ、小町、そのあたりがちょっと一番惜しかったではございますが、まあ鬼丸さんも悪くはないと思うのでよかったかなと思います。ということで本日も新キャラムクロ狙いでレッドスター引かさせていただきましたということで、またね次回来た時に、まあ来月再来月か分からんけど引けるチャンスがあったら、ムクロ狙い、大野の小町狙いでね引けたらなと思っております。ということでまた次回のところでお会いしましょう。またバイバイ。